はい、始まりました河川録チャンネル。本日は見るかなです。今回はガマカツさんのウキマロっていうやつと、これはガマカツじゃないだろう、これを使って小魚を狙ってみたいと思います。さて何が釣れるのでしょうか。今のとこね、あ、いるいる、いるわ。なんかいる、なんかはいる。先に巻き石とこう。今回はこんな感じでお手軽巻きにしてみました。巻に魚は寄ってくるのでしょうか。お、食べてる食べてる、見えるかな。食べてますね。これは期待できそうです。ポイントを変えてみました。ブルーが濃いこっちの方が。新魚種は増えるのでしょうか。さて、何が釣れたかな。アジー、見てください、豆アジです。取れてたかな、豆アジちゃん。とりあえず、水槽、はい、釣れました、アジです。イエーイ、目標達成、新魚種追加、イエーイ。せっかくなので釣り人視点も撮ってみましょう。これでボトムついてる。なんかさっきからね、あの辺にね、なんか見たことない。うわ、え、追ってる追ってる。あいつ、あいつどう思う。釣れない。あいつ狙ってみようか。
うわ、かかった。うわ、釣れた。なんだろう。でかいアジかな。びっくり。うえ。やべやべやべ。超暴れてる。黄色いアジみたいな。わ。なんでしょう、これは。わかりません。が、カンパチのちっちゃいやつかも。塩だ、多分。頭のとこに、目のとこにこう、シュッて入ってる。カンパチのちっちゃいやつな気がする。けど、これは出世魚なので、ノーカウントですね。最後ね、糸を目がかって切れてしまいました。ごめんなさい。まあ、今回、目標としてたこの魚、釣れたので良かったかなと思います。また見てください。また見てください。じゃあね、バイバイ。